ツアット堂の駅全国制覇者さん配信を開始しました。アツアット堂の駅全国制覇者さん、次はウトロ。アツアット堂の駅全国制覇者さん、次はシャリ。目的地を設定しました、うん、シャリからの交通規制に従って運転してください。治ったかな。電波悪いんだよね、なんかしないけど、こっち
あ、見に行こうか。すごいね。1段、2段、2段、3段。もう一箇所あるから、もう一箇所、もう少し行ったところに。ボンタ君さん、今度はラグよりも電波だね。そうだね。ものすごいね。昨日雨降ったからあれなんだ。うん、結構減ってんな。よいしょ。電波ないんだこっち。ほんと知れとこの方って、前来た時も知床5個とか行ってみたんだけど電波なくてやめたもん。滝はね、別に温泉の滝って言われてんだけどさ、この岩場どこにどうやって行くんだろうな。行き方忘れちゃったの。
太くんさん急に滝の画面になったよわら。ほんと。あれ、滝。いや、めんどくさ。この辺止めればよかったで。そうか。ボンタくんさん、雨のせいか水が汚れてるね。そうなのさ、汚いんだよね。あ、カムイワッカの湯ってもっと奥なんだ。これ、ここね。ボンタくんさん、今度はラグが、頑張れ電波さん。うん、ここはね、ここから上がっていくと温泉。まだもう現在地ここだもんな。まだずっと奥だったんだね。ドンタくんさん行くの？行かない。電波ないもん。電波全くないから、無理無理。行ってもみんな見れないよ。よいしょ。クロックスはさすがにやめたのねわら。クロックスやめたよ。よし。影響なのかカタカナ名が多くなるね。うん、こっからはね難しいや。うん、うわ、おしんこしんの滝、知床八景。まあ、知床はね、もうね、自分の目で見に来た方がいいよ。全然違うから。
昨日の天気とは打って変わって一日おきに天気が変わるね。でもね、素手で持ってると手が冷たいです。世界自然遺産知床。ポンタくんさん、海の側の滝は珍しいな。ね、すぐ横にの。今何度なんだろう。見づらっ。これ何これ、見づらいな。5度か。5度だな。うん。ワンちゃんさん、オアンダーバーチマルの滝。オマンタ、そう、オマンチーコーのタコ。一番端っこだもんな。知床峠を。知床五湖。カムイワッカの滝。カムイワッカの滝まで行きたかったよな。よし。よし。ポンタくんさん、こちら大雨で強風の6度です。マジで？ワンちゃんさん、その辺はシカシカいないよね。仕方ないけど。まあね。確かにね。もう海が大荒れ、今日は。すごい。確かに、笑。海が大荒れ。寒い。よし。ワンちゃんさん、うちは今朝5センチほど雪が積もりましたよ。そんなに積もったの？寒いから予定してた除雪機のオイル交換やめました。手がかじかんでそれどころじゃありません状態だ。シャリ行って、サッツルで風呂入りたいと思います。
から行った方がいいか、札幌遅くまでスタンプやってんだよな、確か。どうしようかな。温泉入ろうと思ったらさ、知床の温泉がさ、どこもさ、日帰り温泉がなかったで、仕方なく俺は、足湯を、に入ってた。ゴールデンウィーク。けどどこがいいかな。週末どこ行くの？え、今日何？今日23日。どこ行くの？寒いだろうね、でもね。もう終わったしさ、どうしよう。もみじやっぱり終わった、山形が今絶好調だって言うから、そうだね、紅葉も終わったしね。一番そういうことない時期じゃない。終了まであと3分になりました。
産直もほぼ終わってるし。それでか、道の駅も閑散としてんのは。今の音の鳴って本当、え、何、今日祭日だよなと思った。車3台しかいねえし、何なんか。ワンちゃんさん、ウトロは駐車場並ぶのにね。ねえ、全然3台しかいない、3台4台ね。びっくりしたって。これから道の駅は車中泊禁止が増えてくるね。そうなの？ワンちゃんさん、お乳。お乳？あ、冬の間ってこと？お疲れー。